シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。要求では最新情報を紹介していくっていうのぜ。さあ本日12時突然モンストロ公式の方で PV が公開されたわけよ。何の PV かっていうと、これが結構よ、謎を含んでるっていうか、あのモンスターストライクとマッドハウスの共同プロジェクトで絶望粉砕少女アミダの PV が公開されたのよ。で、何なのこれというと、あのこれモンストの関係者のツイートで分かったんだけど、これどうやらまあ、モンストの新モンスターの PV を、まあ、作ったというわけなのよ。だから、まあ、コラボとか、なんて言うだろう、プロメアみたいに映画を作って、まあ、その、なんて言うんだろうね、6月こういうことしますよというものじゃなくて、まあ、単純に、まあ、何なんだろうな、これ、まあ、PV 作られるほどだから限定モンスターかもしんないけども、まあ、モンストの新モンスターの、まあ、PV を公開しました、というわけなのよ。このパワー！だから、ちょっと、これちょっと一体、公式サイトの方見に行こうじゃねえか。公式サイトもできるのよ。なんかリツイートキャンペーンみたいな。優しい思い出が私たちを強くするんだ。誰が喋ってるのかわかんないけど、モンスターストライクマッドハウスで、ね、共同制作、このイラストもめちゃくちゃいいね。で、どんなプロジェクトかっていうと、まあ、エンタメで世の中を元気にしたいと、それをコンセプトに掲げてる。で、まあ、さっきのほら、ツイートの文章からわかる通りに、まあ、あれはほら、新しいモンスターなわけよ。そのモンスター一体に、もう楽曲も使い、もう絵も描いて、もうアニメ描いて、そのオリジナルショートフィルムを作るこのモンストの一つのモンスターへの愛が、そして、まあ、みんなを楽しませるというその意志がよ、本当にもう感じ取れるよな。まあでもそこまでする以上、おそらく、まあ限定とかのモンスターになってくるのかな。どうなんだろう、鳥獣神祭とかあるし、で、今考えられるのが、昨日俺動画作ったんだけど、今、ゴール戦隊って出っ歯のヒーローいるじゃねえか。で、あいつらが、出てくる、その5月28日のカミングスーンってまだ公開されてないやつがあるのよ。で、これ、今からちょっとこの、やつの内容を見ていくんだけど、で、まあ、どうやらこれね、なんか絶望ピーポーっていうのになって、みんなが怪物みたいになって、それを、まあ、この主人公が、インフィニティってやつからヒーローになってくれって言われて、まあ、ヒーローになって、それを倒すんだけど、倒すというか、まあ、直すのかな、元の人間に。その時に一部の記憶を奪ってしまうから、あれ、やべえ、あれ、助けるのになんか記憶奪っちゃってるわ、どうしよう、しかもなんか親友が、なんか怪物になったからめっちゃ悩むわ、どうしよう、ワオってなってたやつなんだけど、まあ、これを、いいね、なかなか、アメコミみたいな主人公ヒーローになって特殊能力得たけど、嬉しいかと思いきや、他の人間と違うこの自分のことにすごく悩みを抱えながら、悪とか敵のボスを倒す時に殺していいのか、殺したらなんか相手と一緒だなっていう、そのなんか迷いが、悩みがあるみたいな感じでいいんだけども。で、ちょっとキャラクター見てもらうと、このね、アミダちゃんが、このヒーローモードになってるけども、このアミダちゃんが、まあ、超獣神祭に結構来そうな雰囲気あるよね。この雰囲気。これ、アミダとかが元ネタということは、なんかありそうね。で、これ見て、これね、友達のこの幼馴染キラリちゃんと、まあ、なんか、名前みんなあれだな、あれ。このキラリちゃんが、まあ、ナイトメアになっちまうと。そして助けるには、なんか記憶ちょっと奪っちゃうから、なんか切ないね、という感じなんだけども、これ見て上の SNS 疲れで、ピープルかと、絶望ピープルか。やっぱ、社会風刺の面もあるんだね、これは。ああ、いいんじゃない？で、やっぱりもうちょっと考えていくと、これヒーローになるということは、今の豪絶戦隊、出っ歯のいるじゃねえか、あいつらの、つながりで、まあ、カミングスーンが、なんか関わってくるのかな。まあ、コメント欄では結構いい感じの、モンストの日の残りの3時間何なのっていうのが、まあ、みんな豪絶がガッて来て、最後にまあ、なんかモンストスンジャーのやつになるんじゃないと、豪絶頑張ろうぜ、というのも結構すごいいいと思ったんだけど、何かまあ、これ関わってくるのかな、もしかしてこのナイトメアが3時間降臨するとか、まあ、どうなんだろうね。まあ、こいつもヒーローなわけだから、今このモンストスンジャー、ゴーデス戦隊モンストスンジャー。ゴーデス戦隊っておかしいな。あいつらゴーデスの敵だもんな。モンストスンジャーがヒーローで、こいつもヒーローということは、何かしらの、まあ、関わりは今後あるんだろうな。まあ、ないとなかなかちょっとよ、意味わかんないし、去年のほら、シャーロック・ホームズとか、このイベントの、モンストサスペンスのイベントの流れから、まあ、限定をバッと発表してるから、このモンストスンジャーの、まあ、戦隊もののヒーローの流れから、まあ、この、アミダも、紹介されるのかなと、出てくるのかなと、ヒーローとして。まあ、何らかの関係はあると思うぜ。そして、ちょっと次によ、なんか引っかかったのが、このマッドハウスの、ね、これ、制作会社アニメの、
見てるとワンパンマンってあるのね、ほら。このパワー！ワンパンマンって、ミキは違う会社がやってんのよ。これでも関係ないね。これカードキャプターサクラとかハンターハンターとかあるけど、サマーウォーズとかもあるけども、いや、多分関係ないと思うけど、まあ、一応ね、なんかあるから、これも触れとくわ。結構コメント欄でね、ワンパンマンコラボ来て来てってすごく書かれてて、それは多分俺がアンパンマンコラボをしてるから、この後はの違いなんだけども、アンパンマンもワンパンマンもヒーローだから、まあ、十分ね、このヒーローつながりで、フラパとかでガッて来る可能性もある。ワンマン、アモ。だから、まあ、過度な期待はせずに、普通に、このアミナちゃんが、まあ、新モンスターに出てくるという、まあ、ことを、今回は、分かってもらえたらいいかなと。まあ、まだ確定がないから、まだ分かんないよ。一応まあ、そう言われてるけどもね。オッケー。そんじゃ、次の回で会おうぜ。みんなのコメント待ってるぜ。あわよ。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼きって仕方ねえ。